美しい人の本質は、人のためにどう動くかということ。羊のようにおとなしいという言葉があるように、羊はおとなしいものの代名詞のように使われてきました。ところが、羊はおとなしいだけではないようです。羊は群れをなして生きていますが、野生の羊の群れは肉食動物に襲われる対象です。羊の群れのリーダーは、体が一番大きく俊敏で力の強いものがなるようです。それはどの動物の群れも同じですが、羊の場合は肉食動物に襲われた時、そのリーダーが逃げきれない羊の代わりに犠牲になるというのです。もちろん、ただ食べられるために立っているのではなく、角を使って抵抗をしたり、相手を追い払ったりして上手に逃げ切ったりもするのですが、場合によっては肉食動物の餌食になりました。たとえ肉食動物を追い払うことができなくても、自分が犠牲になることで子羊や年老いた羊など、早く走れない羊たちを逃がそうとするのです。羊の群れのリーダーはそういう存在のようです。中国では、羊は人間の近くにいた動物なので、それを漢字に持ち込んだようです。美という文字は、羊の下に大きいと書きます。大きい羊、つまり羊の群れのリーダーを、美しいものの代表として捉えたのでした。同じように、義という字は羊の下に我と書きます。つまり羊に教えを請う自分ということ。義とは、羊の自己犠牲の心を学ぶことを表した言葉なのでしょう。講談でも有名な街道一の親分、清水の次郎長は実在した人物ですが、その指導力、統率力は並外れていました。ある人が、あなたの数百人といる子分はみんな次郎長親分のために命を投げ出す覚悟だそうだが、そのように人の心をつかむコツは何か尋ねました。すると次郎長はしばらく考えていましたが、こう答えたといいます。自分のために命を投げ出すという子分の話は聞いたことがない。ただ自分は
子分一人一人のためにいつでも命を投げ出す覚悟をしている。清水の次郎長は誰が見てもきっと素晴らしく美しい人だったのでしょう。自分の損得を超えて他人の身になって思い、他人のために汗や涙を流す、そういう姿が美の姿のようです。おそらくそれこそが本質的な美しさだからではないでしょうか。